田先生のデータ。見すぎ？見すぎか？見すぎなんだな。そんなデータがあるわけないやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかこの研究会とかいうところにクエストマークがあったんで、マジマンジギャルやん。誰？正義ハッキング。え、どういう AI がさどうも。おい、プログラム。あ、あんたたちって YSP クラブ？ちょっと頼みたいことあんだよね。なんか最近、学園長がいろんなクラブを廃部にしようとしてるらしくて。ええー、マジで？意味わかんなくない？だからちょっと調べてみたわけ。うん。この子めっちゃ可愛い。そしたらどのクラブも風紀委員会でも見たっぽいんだよね。なんかここの部屋さ、全体的に虎柄じゃない？しかもこの子もラムちゃんやしさ。なんかあると思わない？でさ、あんたたち学園長と仲いいよね。なんかさ、ラムちゃんがさ、角ペコって、角なくす感じの薬塗った時こんな感じの見た目じゃなかった？やっぱ調べるにも限界あって、直接確かめてきてほしいってわけ。どう？お？黒星なゆの過去。え？なぜそこと関係？なんか今関係あった？最近、風紀委員と良い関係でない部活が次々と学園長によって廃部を迫られているらしい。学園長と接点がある YSP クラブが直接事実を確かめに行こう。学園長の噂について真実を確かめよう。お、着こなし制服アゲアゲギャルや、やった。調査開始しよう。いいじゃん。あんたたちの正義、期待してるよ。私の方でも風紀委員長の過去とか調べてみようと思ってるんだけど。連中のサーバー、ガールド硬くて、なかなか突破できないのよ。けどこのままじゃ正義を掲げてる私らのメンツが立たないわけ。うん。こっちも必ず結果出すからさ。あんたたちも頼むね。クエスト、黒星なゆの過去発生。調査を開始しよう。まあ関係あるのは風紀女性の過去を暴くというのは、よし、ちょっと無粋じゃないかな。学園が危ねえかもしれねえのに、何すかしてんだてめえ。奴らは危険な存在だ。このまま放置するわけにはいかない。危機感が足りないんじゃない？こっち側じゃないね。やられてからじゃ遅いっしょ。君たちは女性の扱いというものが分かっていないようだね。女性は暴くためにあるんじゃない、口説くためにあるんだ。何を叫んでいるんだ、バカだ。一体何を叫んでいるんだ。こっちか。待って、エレベーターの場所あっこやね。オッケーオッケー。学園長室へ。あ、こっち側から来たの初めてかも。いつもあっち側やし。チャオ。いつものごとく態度が悪い。あ、もらった子。ワクワクプラスチック。なんだと？私が風紀委員会と揉めたクラブを次々と廃部にしようとしているだと？なぜ私がそんなことをする必要がある？何かの間違いではないか？はい。それよりエマを見ておらんか？はあ、私としたことが。エマのことを君たちに詳しく話したい。用が済んだら私に声をかけてくれ。諸君。あと、廃部の件は誰に聞いたか知らんが、事実ではないと伝えてほしい。なんか新たなクエスト発生した。けどまあ、とりあえず、そうだな。伝えに行けばいいんか。プログラムに報告しに行こう。よし。とりあえず、3階まで降りんといかんのかな？ん？ 4 階まででよかったっけ？なんか、4階まででよかったような気が。ね、逆に渡るところないやん、ここ。やっほー、どうも。あ、これで、もう一回上か。え、学園、早っ。え、早っ。何、瞬間移動ですか？びっくりしたんやけど。ハッカー研究会は廃部だ。さあ、とっとと出て行って。あ、そういうこと？違う、偽物ってこと？はぁ？だから理由を言えっての。いきなりじゃわけわかんないっしょ。それと、正義のハッカー研究会だから、間違えんなし。だから廃部だって言ってるだろ？学園長命令だよ、学園長命令。マジありえないんだけど。ああ、もう話になんないじゃん。あれ、なんでこんなとこに学園長がいるんだ？さっきまで学園長室にいたよな。あれ？しかもなんか廃部とか言ってるわね。別人だ。ねえ。ん？あの学園長さ、微妙に喋り方おかしくね？もしかして、偽物？だね。なるほど。確かめてみるか。
あ、どうすんだ。ああ、まあ見ていろ。きっと偽物だから。はい。お、学園長、先ほどありがとうございました。ん、ああ、何も問題はないよ。な、な、どういうこと？感謝します。まさか生徒会の予算を10倍にしていただけるとは。これで我が生徒会の勢力を大幅に伸ばすことができます。10倍とかやば。はあ、あの学園長何を考えてるんだ。そんなの認められるわけ。お、あ、一応音量とかではないってことなんかな。おい、あんた今なんつった？ふん、かかったな。そんな話あるわけがなかろう。はあ、やっぱ偽物だったっしょ。くっそー、騙したな。お、あれ、なんかおかしいぞ。ホログラム発生装置の調子が。ザザザ。ホログラムだと？マジで？めっちゃ本物みたいやったよ。え、なに？どうしちゃったわけ？え？マジに？うわ、なんかやばみ。音量やないかい。極悪門番やって。こいつ、急に凶暴化した。なんだこいつ、学園長に超そっくりじゃん。今も。おい、のんきに笑っている場合か。鎮圧するぞ。え？ここで戦うの？マジか。マジか。めっちゃ周り。周り、大丈夫？逃げろよ。こんな場所で戦うとか超狭いやん、やば。ウィーン。狭いしさ、避けづらいしさ、なんかもうその場でくるっと回られたら、あー、いやー、届いた、もう敵の流れは届いた。よし、来い。来たぞ、来たぞ。ブルーム、君がいるぞ。てほら、連続攻撃からの、あれ、打てんかった。陽気なパワー。マインドトラベル、マインドトラベルがどういう効果か見てなかったわ。確認するのを忘れていたわ。もうじわじわと減らしていこう。ちょ、待って。いやー、爆炎派、陽撃派。これさ、あれよね、学校破壊されるくない？マインドトラベル。確実に学校破壊されるよね、こんなの。お、待って、うわ、ポーズが取れなかった。これはどう？あ、陽気が届いてなかったわ。爆炎波、これはどう？からの陽気なパワー。ほら、でほら、長距離からのガガガガ。あ、でもあっという間にやっていけれそうな感じ。ちょ、待って、妖撃犯もうちょっと近くで戦闘。爆炎波怖い。こっちにやってこないで。いやー、お、後ろを向いた。マインドトラベル。よし、待って、怖い。ふー、なんとか良いバトルでした。ありがとう。だから全部拾えた？あ、なんかまだ落ちとる。いやー、拾わせて。あんたたちのおかげで、マジ助かったわ。思ったより頼りになるじゃん。結構見直したし。ねえ、よかったらこっちの方も手を貸してくんない？正義のハッカー研究会の求人ボードを手に入れた。持っている生徒カードをセットしよう。おうおう、なるほどね。代表。あ、フログじゃなくてプログなんや、ちゃんと。プログラムちゃん。なるほど。おう！いいぞ。マジ？助かるわ。てか学園長が偽物とかありえなくない？カモン！でもなんか学園長のこと知っとるっぽかったよね。誰かに操られとったんかな。そういうわけじゃなく。ほんと、部長は縁がちょ、学園長って感じだよな。どういうこと？まったく。お前は何を言っている？冷静に突っ込み。学園長が配棒を言い渡してた件、全部あの偽物に仕業だったのね。じゃあなんか偽物のせいで配棒にさせられた部がいっぱいあるの、かわいそすぎる。それと、奴が凶暴化する直前、ホログラム発生装置と口走っていた。おそらくどこからか学園長の姿を立体的に投影していたんだろう。意味わかんねえ。誰の仕業か知らねえけど、やることせこすぎっしょ。え？もしかして、ちょっと待ってて。何、わかったん？やっぱり、
何か分かったの？あ、てか今回のクエストのテーマって黒星なゆの過去やったよね。なんかそれが分かるってこと？オッケー。風紀委員会が管理してるサーバーにハッキングかましてみたわけ。したらマジビンゴ。偽物よこしてきてたの、あいつらだよ。かなぁ？なんだと？汚ねえ連中だな。おい。君は確か黒星なゆの過去を調べようとしていたな。風紀委員会に目つけられてるとこばっか狙われたからね。疑うなって方が無理くない？ああ。それなんだが、今頼めるか？え、今パパッと過去分かっちゃう感じなの？まあいいけど。でも、なんであんたらそんなにあいつの過去知りたいの？そうだ。風紀委員会はこの学園を支配しようとする、悪しき勢力に取り込まれている。対抗するには風紀委員長である、黒星なゆの入学時から、今までのデータが必要だ。入学した頃から取り憑かれとったんかな？マジで言ってんの？こんな嘘ついて、僕たちに何の得が？オッケー。わかった。あんたらには世話になったしね。ありがとう。引き受けてくれるの？ありがとう。ちょっぴり行くよ。嘘ついてる感でもなそうだしね。さーてやっちゃいますか。有能じゃないかこの子。よし、出たよ。個人情報がダダ漏れる。ちょっと何よこのデータ。すべての成績がある時期を境に別人のようにアップしている。ああ、じゃあアップする前がこの子の本来のってこと？あんまり優秀ではなかったのね。じゃあ、なんか乗り移られてから風紀委員長になったとかそういうこと。やはり黒星ナイはこの時期に異星人に体を乗っ取られたのだ。あれ、怪しいと思われんかったんかな？確実に何かしらね、不正をしとると思われると思うんやけど。確かにこれは普通じゃないね。やっと証拠をつかんだっしょ。俺が相手だ！よし、首を洗って待ってるよ、委員長。お？何？あ、メダルか。毎回。Y メダル、黒星なゆの過去を手に入れた。メダルも手に入ったし、順調。ん？うわあ！あ、委員長の隣にあるデータって、もしかしてエラ先生の？先生のデータまであるんや。ほんとだ。ちょっと！って、ダメよ、ジンペイくん。うわあ！エラ先生のデータ、水着か、水着なんだな。そんなデータがあるわけないやろ。マジありえないんだけど。ちょっとあんた、私の目の前で悪事とか許さねえから。行くぜ！いや、これは正義だ。欲望にまっすぐな、立派な正義。はい、お仕置き確定。え？おい。おい。今、あんたの名前、リストに追加しといたから。え？何のリスト？赤点取らず行きのリスト。怖ーい！そっか、リストいじれるってことか、ハッキングできるってことは。はは、やだクエスト、クルホシナへの過去、バッチリ解決。赤点取らず、すごいトラウマ級の。お、これでアギアギギャルになれるわけやね。これで3つ目解決って感じ。みんなめっちゃレベル上がって勢いし、ランクもアップして勢いよるよ。よきよき。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次はなんか学園長が話があるって言ったよね。ってことやけんそっちのクエストを受けに行きますか。